こんにちは、カナダ在住の山達です。中絶問題判決、世界の反応はということで話をしていきたいと思います。はい、今週アメリカ連邦最高裁重要判決を連発したんですね。まあそういうところからアメリカ史に名を残す非常に重要な州になったというふうに言われているんですけれども、今回は特にその中でも2つの重要判決を紹介していきたいと思います。まず一つ目が6月23日ですね、ニューヨーク州の銃規制法に対する違憲判決が出されました。6-3っていう形で、保守系とリベラル系で綺麗にばっかり分かれていたんですが、まずどんな法律だったかというと、銃の携帯所持に関するものですね、免許とあとは理由の証明がないと持ち歩いちゃダメですよっていう規定があるわけなんですけれども、特にこの理由の証明っていうね、あやふやな部分が今回争われたんですね。判決はこんな感じです。この A2 とか A14 というのはアメンドメントの略称で、修正憲法本にゃら条の略称ですね。ちょっと長すぎるので略してあります。銃携帯所持の理由の要求というのは、修正憲法第2条を行使しての自己防衛の制限にあたり、修正憲法第14条に反する。なので、違憲であるっていう判決だったんですね。で、最高裁って今まで何度もこういう銃規制に関する判決は出してきてるんですが、その中でもさらに一歩進んだ判決っていうふうに今回言われてるんですね。重要な点としては、この判決によって公共の場での銃所持の憲法上の権利が認められたっていうことなんですね。これその連邦最高裁の中では初めての判決になりますので、例えば今日バイデンがちょうど署名をして、その銃規制に関する法律が成立したんですけれども、一方で連邦最高裁の方は、その銃の規制とは反対側で、権利を拡大する方向に行ってるっていうところがあるわけなんですね。はい。まあ、なんでこれから大きな議論になるかなってふうに思うんですが、おそらくこれによって他にも例えばカリフォルニア州の州法とかが、違憲判断出てくる来るんじゃないかっていうふうに今言われています。で、この手のそういうね、銃規制問題っていうのは日本人の感覚から言うとなんかもうね、危なっかしいしした方がいいんじゃないみたいなところもあるかなとは思うんですけれども、特にそれ無制限にね、なんか自由にしろみたいなところはどうなのっていうのも確かにあるんですよね。ただ一方でこれもう本当にね、お国柄がいろいろあるんですよね。例えば銃規制ってその世界がじゃあ一斉にやれればそれはね一気に平和になるかなとは一応思うんですけれども、そんな無理じゃないですか。例えばアメリカの場合っていうのは、たとえ自分の国で禁止っていう風にしたとしても、南部国境から無限に流入してきているんですよね。特に国境警備局のあの報道をですね、あのリアルタイムで追いかけてる人わかると思いますけど、本当に信じられない違法な武器が毎日のように見つかってるんですよね。ただあれって、あの全部が全部摘発されてるわけでは絶対にないので、間違いなくどんどん流入してるっていうところがあるわけなんですよね。いわゆる氷山の一角。ってことを考えると、その善良な市民がしっかりルールに従って自分は武器手放します。で、一方で、あの悪さする連中ってそんなん従うわけがないんですよね。で、そこに対する対応っていうのは民主党は全くできていないにもかかわらず、その武器だけをとにかく規制をするみたいなことをやるのは、なんかそれはそれで危ないんじゃないのかなって思うところは正直あるわけなんですよね。日本みたいな島国と違いますから、やっぱりそういう陸路で繋がってるっていうリスクのところも一応考えないといけないんですよね。まあ、これはそういう感じで、まあ、理想はね、やっぱりそういう危険な武器っていうのは世にない方が安全なので、それは一番なんですけれども、ただ、それを現実としてやらせてくれない勢力もあるっていうところは、まあ、いろいろ考えないといけないんですよね。はい。まあ、ということで非常に難しい問題ではあるんですけれども、ひとまず、そこに一つまた大きな、なんていうの、論争を巻き起こすような判決が一個出たということですね。はい。で、これがまず一つ目の大きな話で、もう一個がもう日本でも大きな話題になってるかなっていうふうに思うんですが、中絶問題に関する歴史的な判決ですね。はい、金曜日に、1973年に出されていたロー対ウェイド裁判の判決を覆すという判決が出されました。これも 6-3 っていう形で保守とリベラルで分かれていたんですが、一応意見文の中で一つロバーツ長官は自分の意見文出してて、判決には賛成だけれども、その内容には賛成ではないみたいな感じで、まあ、あの、独自の判断を下してましたが、まあ、その話は横に置いといて、はい。とりあえず、1973年の連邦最高裁は、中絶は憲法で保障された権利であるっていう風な判決を、まあ、簡単に言うと出していたわけなんですが、それが覆されたわけなんですね。はい。まあ、順を追って話をしていきたいと思いますが、まずですね、気になってる人もいるかもしれませんが、あの、例の違憲文流出事件ですよね。5月2日に発覚したんですけれども、あの、前代未聞の事件に関してはまだ解決していません。何の事件のこっちゃかよくわからない人は一応過去の動画を概要欄に貼り付けてありますから、そちらの方を確認してください。はい。で、本当に FBI 役立たずだなっていう意見は、ま、横に置いといてですね。はい。とりあえず、どんな話なのかっていうところを見ていきたいと思うんですけれども、まず1973年判決でこれ何だったかって言ったら、テキサス州で中絶禁止法ができたんですね。それに対する違憲判決だったんですが、7-2で違憲判断が出たんですね。
で、この判断が出た時のその根拠としては、修正憲法第14条に反しているっていうことだったんですね。14条では、個人の生命、自由、財産を適正な手続きなしで奪ってはならない。で、この生命とか自由の中に、女性の選択の権利、これプライバシーの権利っていうものでくくられるんですけれども、それが含まれるっていう判断がされたんですね。まあ、それで今までずっと続いていたわけなんですけれども、この判決いろいろと穴があるんですよね。例えば、性のタイミングの言及を避けたっていうところで、これによって重大な欠陥だみたいな指摘もありますし、あと、なおかつ、今回この1973年判決って、修正憲法第14条をなんとかその根拠にしてるわけなんですが、そもそもその14条ができたとき、全米で36の中絶禁止法あったぞと。でも、その時議論に全くなっていないわけなので、憲法起草者はそんなこと想定していないと。つまりこの時の連邦最高裁の判決っていうのは、憲法を作った人々の意思に反するものだったんじゃないかっていう批判があったんですね。で、今回それが、まあ、ようやく覆されたっていうところになるわけなんですけれども、先に言っておきますが、僕特にそのプロライフみたいなタイプの人間ではありません。けれども、この論争を見ていく中で、その20週から24週ぐらいしたところの胎児の画像っていうのが結構出てきてるんですよね。それ見て思ったのは、人間にしか見えないっていうのが僕の感想なんですね。なので、それを単なるその、何でしょう、細胞の一部みたいな扱いをするのは僕は正直納得がいかないかなっていう考え方を持っているタイプです。これかなり人によって意見分かれると思いますから、まあ、それぞれいろんな意見あると思いますけれども、とりあえず僕はそんな感じの、とりあえず考えを持ってますよってことは先にお伝えしておきたいと思います。はい。でですね、この最高裁の判決の中の重要な点、これ絶対押さえとかないとダメだよねっていうところを最初に言っておきたいと思いますが、まず合衆国憲法中絶の権利に関しては一言たりとも触れていません。なので、1973年判決っていうのは、まあ、明らかな行き過ぎた拡大解釈だったっていうところが、まあ、今回判決として出てきているんですよね。で、特に今回意見文を、主要な意見文を書いたのがアリート判事なんですけれども、彼は、まあ、いろんな意見、ものすごい長いんですけれども、すごく簡単にまとめると、まずこの中絶問題に関しては、まあ、難解なモラル問題だっていうことを、まず指摘しているんですね。まあ、人それぞれによって、やっぱり感覚違うし、あとは宗教観とかも違うんですよね。なので、胎児は人間であり、純真無垢な命が奪われる行為、これが中絶だっていうふうに考える人もいれば、女性が女性の体に起こることを選ぶ権利と考える人もいる。まあ、いわゆる中絶推進派ですよね。いわゆるプロチョイスと言われる人たちです。で、一方で、ある一定の制限の範囲内で認めるべきっていうふうに考えるような、そういう第三のグループも存在するってことで、何が言いたいかって言ったら、0か1じゃなくて、0から100まで本当に多種多様な意見が存在するっていうことなんですよね。だからこそ、国が、その一括で何かを決めるのではなくて、各州が、各州民の考え、価値観に従った対応をするべき。これがアリート判事の判決なわけなんですよね。過去の最高裁判決がないにもかかわらず中絶の権利があるっていうふうに指摘したことによって憲法のふりをしてきていると。ただそれは間違っているからそれをやめて各州議会に決定権を返す時が来たっていうのが判決だったわけなんですね。左派の決定的に抜けている点がここなんですよね。あくまでも今回の判決っていうのは中絶を禁止しますって言っているわけではなくて、その判断を州議会に委ねますよっていう風なものなんですけれども、そこがなんか飛び越えてもう完全禁止されちゃいましたっていう話になってるんですね。確かに現実として事実上の禁止がこれで、ごめんなさい字間違ってますけれども、15州ね、15の州に関しては事実上の禁止になるわけなんですね。その、例えばテキサス州とか、あとは、どこだったっけな、ミズーリだかどっかは、6州目以降はもう禁止っていう風になってるんですが、そうすると気づいてない人もいるじゃないかっていう指摘があるわけなんですよね。はい。まあそういうような点とかで、もう事実上禁止になっているところもあります。で、あとは、ま、中にはね、これはね、さすがにどうなのかなって思うところは正直あるんですが、そういういわゆる、襲われて、強制的にさせられて、で、ね、赤ちゃん授かっちゃいましたみたいな人も、ダメっていう風にしているところが、確かオクラホマと、あともう一個どっかの州があるんですね。はい。まあ、そういう風に、ま、いろいろと州によっても違うんですけれども、ただ、おおむね、残りの35州に関しては、まあ、15州から24州以降禁止みたいなところが多いんですが、これ別に他のいろんな国と対して変わらない考え方なんですね。ヨーロッパの方の国とかとね。うん、なので、なんか、言うほど、なんだろうな、大騒ぎするべきことなのかっていうようなところに感じるんですけれども、でもやっぱりこの辺もね、やっぱり宗教観とかいろんなものが相まっての、アメリカ人独自の考え方とかそういうところが根付いてるのかなとは思ったりとかします。はい。
ってことで、とりあえず話ごめんなさい、しちゃかめちゃかになりましたが、まとめると、まず合衆国憲法に中絶の権利なるものは一切書かれていません。これが事実です。で、もう一個が、あくまでも州議会に決定権を返しましたよっていうのが重要な点なんですね。はい。で、まあこれに対してやっぱり左派の人たちは女性の権利が奪われたっていうふうに大騒ぎをしていまして、例えば、この人ね、こんな風に表、なんかね、サイン持ってますけれども、手元に紙持ってるじゃないですか。これ何かって言ったら、連邦最高裁判事の一人のトーマス判事の自宅の住所書かれてるんですよ。それ手渡すやばいやつとか、あとはなんか街を燃やせみたいなことを言ってる、まあ、BLM の再来ですよね。そういうことを言ってたりとか、あとはもう木の巣もね、本当にこれ一部なんですけれども、各地の都市で活動の呼びかけですね。まあ、抗議活動って一応言っていいんだと思うんですけれども、まあそういうこともありました。はい。でですね、まあ本当にいろんなことがありまして、逮捕者も若干出てるんですが、まあ一つ思ったのが BLM の時ほどではないかなっていうのが正直な印象ですね。はい。BLM の時はすごかったじゃないですか。ね。ただ今回ね、一つまあ冗談みたいなね、ギャグとして出てるのが、あんまりその、あんまりというか多分、放火は起きてないんですね。で、起きてない理由が、そのガソリン価格が高騰しちゃってるから、その火炎瓶が用意できなかったみたいな、そんなふざけた意見もありましたけれども、まあそんな横に、アホな意見を横に置いといてですね、多分現実はやっぱりそのね、BLM の時って学んだ人が多いのかなっていうのが、一つね、思うところですね。はい。ということで、まあ怒ってる人たちも多いよというところはまあ間違いないわけなんですが、はい、じゃあその一方でアメリカの政治家さんはどんなことを言ってるかっていうところを簡単にかいつまんでいくと、まずバイデンはですね、最高裁が憲法上の権利を奪ったっていうふうに間違ったことをまず思いっきり言っていまして、であとは中間選挙よろしくねっていうことで、その中間選挙で、その中絶に関して賛成派の議員さん、まあ要は民主党ですよね、民主党に投票してくれると嬉しいなみたいなことを言っていました。はい、でカマラハリスはヘルスケアの危機的状態だ、今朝まであった女性の生殖に関するケアが失われたんだっていうことで、この辺これ本当にちょっと違和感あるんですけど、これヘルスケアの問題なんですかね。なんかまあ、それも一義あるのかなと思わんでもないですけれども、ただなんかね、赤ちゃんの方は関係ないのかって僕は思っちゃうんですけれども、はい。とりあえずまあそんなことを言ってました。で、あとはまあマキシン・ウォーターとか AOC みたいな極左さんたちがね、わーって大騒ぎをしてですね、暴動扇動してんじゃねえかみたいな感じでツッコミがめっちゃ入ってましたね。はい。で、とりあえずちょっとまとめますとですね、どの議員さんもみんな口を揃えて言ってるのが、女性の権利であるとか、女性のヘルスケア問題に関して政府が口出しをしてきた、たった9人の判事、まあ、正確にはたった6人の判事が口出しをしてきたっていうふうに叫んでるんですよね。で、特にこの女性のその選ぶ権利とかヘルスケアっていう言葉で本当にちょっとストレス溜まるのが、お前らその熱量で接種義務付けに関して反対したのかっていうふうに思うんですよね。まあ、中にはその打たないっていうのも選択じゃないかみたいなこと言うけど、あれあんな選択肢に入んないと思うんですよ。っていうのも、打たなかったら職を失うとか、そのレストラン入れません、ジムに行けません、イベントに参加できません、飛行機乗れません、出国できません、入国できませんみたいな、そういう行動制限っていうのは明らかにおかしいんですよね。選択肢があったと僕は到底言えないので、まあ、なんで、まあ、考え方人それぞれとは思いますけれども、でも、その熱量をそっちにもうちょっと傾けてもくれなかったのかねっていうふうに思いますし、あと本気で思うのが、もちろん、その強制的に犯罪行為とかで襲われて、身ごもっちゃいましたみたいな人は別の話だと思うんですけれども、そうじゃない人たちで、そんなにしたいんだったら、つけるもんつけろよって思うんですよね。わかりますよね。あまり言うべきじゃないと思うんで言わないんですけれども、そもそもちゃんとそうならないようなケアをする上で、お楽しみいただけたらいいんじゃないんでしょうかっていうふうに思うんですよね。うん。なので、なんだろうな。うん。ちょっと他にも、言うべきところが左派の人たちはあるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、っていうなんか本当にモラルハザード状態になってるんじゃないのかなっていうふうに感じましたっていうのがまず、こういう左派の人たちの意見ですね。はい、で、あとは世界の反応ですね。アメリカの内政の話なんですけど、世界中のねお偉いさんたちが今大騒ぎをしてるんですよね。例えば我がカナダ独裁者のジャスティン・ポルドー君はですね、なんて言うんでしょうね、今カナダ国内は40年以上ぶりのですね、歴史的なインフレっていうか、かつて、このトルドーのお父さん以来のインフレになってるっていうことですね。大変なことになってるんですけれども、そんなこと知ったこっちゃねえと、アメリカのニュースが大変なんだっていうことで、アメリカから恐ろしいニュースがやってきたと、中絶の権利を奪われた米国人女性がうんたらかんたらって言った上で、本当に耳を疑うような発言がですね、いかなる政府、
政治家、男性は女性の体に何をすべきかの口出しをするべきでない。私は女性の選択する権利を守るって言ってるんですけれども、お前ほんとどの口が言ってんだって話ですよね。打たないと仕事をなくすぞとか、出国させねえぞみたいなこと言ってんのはどこのドイツだよってふうに思いますから、まあ今もう突っ込み大量に来てますね。はい。で、ちなみにですね、これ僕の BC 州の時間なのでちょっと朝っぱらに見えますけれども、実際はオタワ時間だと思いますが、これ実際昼直前ぐらいだと思います。で、この数時間前に CBC のインタビューにトルドーを答えてるんですね。その中では、未接種者はあいつらは選んだ結果なんだみたいなこと言ってて、打たないことと引き換えに重大な結果を受け入れるべきだから、どうこう言うことはないんだみたいなよくわかんないこと言ってまして、いや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 、お前、選択する権利を守るんじゃねえのかっていうふうに思うんですけれども、はい。まあ、こういうね、なんだろうな。まあ、どう考えてもダブスタにしか見えないんですけれども、そういうのでなんかギャーギャー騒いでいらっしゃる方がいますね。はい。で、あとは他の国としてはですね、まずフランスですね。マクロンさんはですね、中絶は女性の基本的な権利で守られるべきっていう風に言ってて、なんかアメリカにだいぶ激怒のようなんですけれども、いや、フランスって12州以降、まあ、数え方で14州以降かな、原則禁止じゃねえのかっていう話なんですよね。それってアメリカの厳しくした州、例えば、フロリダがこの後厳しくなるんですけれども、15州目以降、禁止なんですね、確かね。うん。それよりも厳しいじゃねえかっていう話なので、どの口が叩いてんだっていう話ですよね。はい。あとはイギリスのね、ジョンソン首相は、これは歴史的な後退だ。常々女性の選択の権利をとか、国連人権委員長、女性の人権がとか、テドロス事務局長ががっかりした女性の権利は、みたいなこと言ってるんですけれども、そういうふうに口々に言っている方々こそ、本当にね、接種義務付け系のことは推進されていたんじゃないでしょうかっていうふうに思っちゃいますので、なんだかなっていうふうに思ったのが今回のこの一連の騒動ですね。はい。っていう、いろんな話を今してみましたけれども、今回結構センシティブな話題なんですよね。まあ、なんで本当にいろんな意見が皆さんあるかなっていうふうに思うんですけれども、皆さんどうでしょうね。うん、なんか僕はとりあえず、一つ言いたいのは、その権利のこと言うのもわかるんだけれども、だったら同じような土台で全てのものを見てほしいですし、で、さらに言うと、そんなにね、あんまり授かりたくないのであれば、すべきことはしようねと、つけるべきものはつけましょうねっていうのを正直言いたいですね。はい。で、今のアメリカなんですけれども、2020年のデータなんですが、妊娠された5人に1人が中絶されているということだそうなんですね。まあ、いろんな理由があると思いますので、すべてがすべて、ダメなものっていうふうに言うことも僕はできないかなと思いますけれども、でも数にすると93万人ぐらいなんですね。まあ、なんで、まあ、100万人近くが、まあ、そういうことになったよっていうことなんですよね。で、2017年以降今増加傾向らしくて、1年で 7%、8% ぐらい増えて続けてるようなんですね。はい。まあ、なので、まあ、多分この辺がその左派勢力のね、なんだろう、増大につながってるのかもしれませんけれども、まあ、こういう現状があるわけなんですね。で、これをこのまま野放しにするのもなんかなって思うのが正直なところなんですよね。すいません。今回ちょっと歯切れ悪いのは本当に難しい問題なんですよね。はい。で、まあ、一つ本当に言えるのが、まあ、最初の銃規制の問題もそうですし、この中絶の問題もそうなんですけれども、人間が手出しちゃならない領域に手出した結果だと思うんですよね。その結果も常に意見がまとまらないし、常に対立が起き続ける要因になってしまってるんじゃないのかなっていうふうに感じるので、はい。まあ、もう手出してしまった以上、ね、引き返すことはできませんから、これを人間は解決しなければならないと思うんですけれども、本当に難しい問題が今あるんだなっていうふうに、ね、改めて感じさせられました。はい。っていうような大きな判決が今回アメリカで2つあったよっていうお話です。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後はですね、ようやくバンクーバー今あったかいというか、今日は暑いんですけれども、暑くなってきましたっていうことで、猫が床に転がっている季節がやってきましたっていう感じですね。はい。まあ、存分に体を冷やしているこの、ケモクジャラのタヌキで分かりたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。